3500まで行くんだっけ。はい、はいよ。PC アドバイザーできる。はい、受けます。どうも。東京 TCA デルタルファ33ビクターロミオ。デルタルファ33ビクターロミオ、東京 TCA ご平。33ビクターロミオ、ワンスリーマイルノース。羽田 VOR アルチュードリーディング2000クライム中3000 500ノースイストバンドリケット DC アドベサリープレタルファー33ビクターロミオスコークバン331 and I name 東京 CNA 2308 1331 and I name 3008 33ビクターロミオ。デルタルファー33ビクターロミオレーダーコンタクト15マイルノースイーストパネダアイトリラート2100リクエストルートフライウェイファール栃木ヘリポート33ビクターロミオ。デルタルファー33ビクターロミオ了解しました。道路の形状から、佐藤ジャンクション11時方向を確認。はい。
横下奥さんね。はい、真横下。はい。そうね、これね、シャトル。はい。じゃあ、コース。はーい。オッケー。全部混んでるね。とかずっと渋滞だ。西半方向の街は何？阿波の向こう側。三、五、確認します。三、十、三、十三。ワン、ツー、ツー、ツー、三、ツー。あ、あ、あ、川の向こうね。オールステーション、東京 TCA、東京 KNH3007、KNH3007。足が来た。ウォリアーズ。そう、あったよね。はい。いつもあっちから来る。はい。
33ビクターロミオ。ジェタファー33ビクターロミオ、積みのレーダーごあへん。ジェタアルファー33ビクターロミオ、3マイルサウスサウスウエストオブ、筑西アルチュード、3700、ディテック、3500、プロセッド、栃木ヘリポート、オーバーザフィールド、全サウスウエストバウンド、リクエスト、レーダーアドバイザリー。ジェタファー33ビクターロミオ、スコーク5723アンドアイデント。5723アンドアイデント、33ビクターロミオ。ビクターロメオ、レーダーコンタクト、16マイルズ、サウスオブ爪エアポート、QH3007。QH3007、33ビクターロメオ。07。折り込んじゃえば内側に、そしたらめぐれてこねえからさ。あ、はい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 、よかった。すいません。はい。あ、そこは見たいのかまだ。はい。あ、そっかそっか。了解。はい。では。ありがとうございます。終わったらもう完全に折り込んじゃった方がいいよ。はい。風出せました、後ろで。はい、310度から34ノット GS80 です。はい、はい、エアゴスン出せました。GS72、風337度から35ノット。あ、オッケーです。最初もこんな感じですね。いない、同じ感じなんでいいんじゃないですかね。はい、同じ WCA とか使ったわけじゃないですよね。最初も別々でやってるんですよね。あ、別々です。わ、はい、かりました。はい、次栃木から川島なんですけど、はい、本発コースが222なんで、それに WCA 何度で飛べばいいか、今の風で、さっきの風でちょっと出してもらっていいですか。はい、あ、はい、今の後ろの2人、後ろの2人、はい、ごめんごめんごめん。まもなく猛火旅。なんで猛火だと思ったの。はい、下方の、下方じゃない、まあ右か左に長、上が県が北関東自動車道と、左手に、南北に伸びる鬼怒川から猛火、確認しました。はい、在来線オンコース、オフコース、今オンコースです。はい、下の駅、下
WCA2219 はい、はい、取ります。じゃあ19ってことは241241、はいはい、宮本さんもできたら教えてください。あ、はい、なくなったんじゃない？ね、WCA 撮ってないよね今。はい。ちょいちょい撮ってるぐらいか。ねえ、ほぼないよね多分ね。はい。撮ってねえな。WCA 撮ってないね。したら今シルエット直したじゃん。はい。WCA 修正しますって言って。はい。言わないと。はい。うん。すいません。WCA。WC プー、0度に修正します。はい。フォーカスタイムチェック。30が25分。宇都宮レーダー、ジュレットアルファ、33、ビクター・ロミオ、リクエストクロスコントロールゾーン、フロムイーストトゥーサウス、あと3,500。ジェットマン33、ビクター・ロミオ、ラジャー、ランウェイ、ワンメーナー、セディティ。スクエアトゥークロスコントロールゾーン、レンタル3,500、アンテリーディングコントロールゾーン。じゃあ、クエアトゥークロスコントロールゾーン、メンテン3,500、アンテリーディングコントロールゾーン、33、ビクターロミオ。今回は3500だからね。はい、あの、ダメだからね。はい。12時方向、テストコースの手前、ソーラーパネルの左側、栃木ヘリポート確認しました。でネクストコースブリーフィングを行います。はい、目的地川島ヘリポート、先ほどの風で、はい、DS98 ノット変わらず、41マイル所要時間25分です。はい、WCA 修正してプラス12度取りまして、はい、ヘリング234度で起降します。234ね。はい、わかりました。まあ今234って言ってるじゃん。はい、それで230向けるじゃん。はい、まあ多分違うんだよ。はい、そしたらその都度修正しますって言って直せばいいから。はい、了解します。まあとりあえずその計算したやつに向けるっていうのが大事だから。はい、でオーバーザフィールドを鋭角なんで左にまず90度、目標を取って、はい、で残りの度数取って、はい、でまあ30度カットか何度に乗せるのか分かんないけど、はい、まあそこら辺もインテンション出してもらえれば。はい、もうネクストコースブリーフィングで行った方がいいですか、それも。いや無理でしょ、ネクストコースで全部言うのは。だからもう今からでもいいよ。はい、あのこんだけ前にネクストコースブリーフィングやってもらえたら自分でもコース見えるじゃん。はい、だから今のタイミングだったら別々でいいと思う。あ、はい、切羽詰まってたら言うしかないけどね。はい、ずっと34でしょ。だいたい後ろの8時ぐらいだよね。230。はい、そうです。後ろ8時。約ボード上がる。ボード修正。山本さん、はい、宇都宮の空港まで何マイルぐらいだと思います？宇都宮の空港までここからこれは距離感の練習ですね。あ、はい。
まあいいですね、7マイルです。あ、まあ、これが、まあ、全然全然いいです、いいです。あの見当違いなこと言ってないです。わかりました。はい。あと WCA は、私プラス18になっちゃいましたね。わかりました。はい。まあそれぞれ違うんで大丈夫です。でも間違ってはないです、逆とか。はい。宇都宮が5マイルくらいです。あ、これで5マイル。これで5マイルですね。はい。